エミリーチャンネル始まるよ。ドビシャー。こんにちは、エミリーことまさみです。さあ今日なんですけれども、私は今山梨県に来てます。イエーイ。今日はね、川口湖付近のホテルに泊まって、ちょっと温泉なんか私なんで山梨グルメを堪能しようと思ってるんですけど、今私はサービスエリアで、なんていうもんだろうね、団子かな、サービスエリアにいます。都内から車で1時間50分ぐらいだったんで、車で今日は向かってます。はい、というわけで今サービスエリアを眺めていたんですが、屋台ある、最高。屋台並んでるよ、ここのサービスエリア。たこ焼き10べ、串焼き番長、田舎の豚まん B1 チャンピオン、ソフトクリーム工房。わ、最高。今ルークスゲットしました。こんな感じ。美味しそう、美味しそう、めっちゃ美味しそうなんですけど、頂戴いたします。うまっ。待って、めっちゃ美味しい、めっちゃうま。抜けました、肉。いただきます。うまっ。めちゃくちゃ柔らかいし、油が甘い。めちゃくちゃ美味しい。パーキングの串焼きからスタートすることができて、とてもとても光栄でございます。とりあえずね、川口湖付近に行こうと思ってるので移動です。はい、というわけで今から夜ご飯を食べに行きます。やっぱり山梨ほうとうが有名で、ほうとうの名店とか美味しいお店もたくさんあるみたいなので、視聴者の方もね、いろいろと教えてくださったから、ちょっとその中から良さそうなところに行ってみようと思います。あとここから車で30分40分ぐらいなんで、カルピスチューチューしながら楽しみます。私このね、凍らせるタイプのカルピスをギッチギチのガチガチに固めていって、じわじわ溶かしながらシャリシャリにしながら飲むのが好きなんですけれども、意外と溶けないのよ。意外と溶けないから一生懸命揉んで、いい感じのなんかシャリシャリ状態の時は結構一瞬なんだけどね、そのシャリシャリ状態のこの一瞬のロマンというか美しさを感じててすごいね、好きなんですよね。ウェイ。今日はドスッピンでお送りしてます。昨日さ、フジロック行ってたからさ、行動力鬼すぎるね。そう思ったら昨日新潟出てたからさ、ちょっと日焼けして若干肌が荒れて赤くなってるので、今日はノンメイクで行かせていただきます。日焼け止めだけは忘れずに、ダラッチャッチャッチャン、アイラブニーって、あのそのアイラブニーとの精神でやらせてもらってます。こんにちは、ビニーことまさみです。というわけで Here we go。 はい、というわけで着きました。めっちゃ素敵なんだが、ここね、有名なほうとうのお店なんですけれども、甲州ほうとう小作って書いてます。素敵、めっちゃ素敵、いい感じです。超いい、ここ。てかこう建物もめっちゃ綺麗だし、すごい味がある。ここで今日はほうとういただこうと思います。素敵。はいいわ、なんかすっごいいいじゃない。あざーす。なんか店内に入ったらこんな感じで、一瞬えお風呂屋さんみたいな、数パーセントぐらい広いんですけど、こっち側の数パーセントぐらい広い畳のスペースにご飯食べるとこがあります。すごい、え、楽しみ。行ってきます。メニューなんですけれども、こんな感じでほうとうがめっちゃ多い。当たり前だけどほうとうの店だから、今回はほうとうと馬刺しとかワカサギの唐揚げ頼みました。まず一品見てました、馬刺し。美味しそう、取れたての馬刺しみたいな感じだね。生きのいい馬刺しって感じする。いただきます。うまっ。うん、あ、これいくらでもいけるやつだ。無心で食べれる。美味しい。頼んだ豚肉ホットがこちらです。美味しそう、美味しそうすぎ。で、今ちょうどワカサギの唐揚げも来ました。最高です。では頂戴いたします。はい、というわけでほうとうです。多分ね、食べたことある気がするんだけど、なんか全然違う。こんなでかかったっけ、全部の具とか。頂戴いたします。うん、うどんをイメージしてたんだけど、うどんとお餅の中間みたいな、団子かも。うどんと団子の中間みたいな感じで、もちもちしててめちゃくちゃ美味しい。ちょっと具でかすぎん？待って、ちょっと待って、こんなでっかいかぼちゃ入ってますよ。でレンゲとかと比べてこうなるよ。すごいね。うん、甘っ。美味しい。お汁がしょっぱいので甘じょっぱいが、甘いかぼちゃとお汁の塩味が程よくて、これが元祖甘じょっぱいなのかもしれないとすら思わせてくれる最強のコンビネーション。ワカサギの唐揚げです。いただきます。うん、おいしい。なんか本当におばあちゃんが作ってくれた、家族のこと考えて作られた温かい家庭料理の最上級みたいな感じ。白菜とかもさ、くったくたに煮てあんのよ。食べる人のこと考えて作られてるなというか、そういうのに愛を感じちゃう勝手に。私気づいちゃった、みんな鍋ごと言ってない、みんなよそって食べてる。多分これによそって食べるんだ。ごめんなさい、もしこれがマナー違反的なことだったら申し訳ないです。すいません。今日はこの後ね、宿に行って宿泊酒もしっかり楽しんで、明日しっかりと食べ歩き旅をしようと思うので、楽しみに。はい、どうしよう。あれからホテルに泊まって今2日目の朝です。今日は2カ所行きます。その1、富士急ハイランド。その2、
読み方がねちょっとまだちゃんと分かってないんだけど、多分忍びの8階もしくは忍びの8階だと思っております。すごい綺麗な富士山の雪解け水がそのまま池になったみたいなところがあるんですけど、それ世界遺産に登録されてるらしくって、その付近に食べ歩きもできるみたいなので2カ所行きます。で、富士急ハイランドははっきりと申し上げるんですけれども、アトラクションには乗りません。私絶叫系とかはすごい苦手なので、ご飯を食べるために食いつなぐために行かせていただきます。はい、今ね私のドライブレコーダーの様子はこちらです。すごくない？てか富士山でか、当たり前のこと言うけど富士山でかくない？はい、というわけで到着しました。富士急ハイランド怖そうすぎる。もう目の前にあるこのなんかマガマガしい邪気の感じるジェットコースター、これヤバすぎる。何これ。もう一回言うけど私マジアトラクション乗らないですからね。食べ歩きしに今日は来ました。こんにちは、エミリンこともつびです。入場です。行ってきます。入室しました。入室？入園しました。かわいい。すでに入ったらもういきなりね、リサトがスパールタウンに来たよって書いてるから、ここのタウンみたいです。かわいい。え、かわいい。こんなの女子大好き。後ろ誰も乗れないね。かわいい。というわけで今から朝ごはん食べるんだけど、富士急はいろいろなんかチェーン店がいっぱい入ってて、夢売りランドと似てるよね。はい、というわけでね、テーマパークに来たらまず何をするかというと、私はカチューシャを買うところから始める型の人間なのでカチューシャを買います。富士急のカチューシャは全部富士急マークがついてるのね。この富士急マークが、はい、買いまーす。はい、清掃完了いたしました。これで、まあ、ご飯食べてすぐ帰るだけなんですけども、まあ、テーマパークに入場したもの、すなわち清掃すべしっていうことわざが古くからあるので積極的にあれしていこうと思います。かわいい。これ見て、私が動くとピュンピュンピュンってなる。トーマスランドに来ました。トーマスランドでなんかトーマスの可愛いご飯とかちょっとしたものが食べれるっぽいので行ってみます。可愛い。私トーマス見てないけどテンション上がる。テーマパークって感じがする。え、可愛い。え、待って、可愛い。旗いっぱい。わ、めっちゃ世界観ちゃんとしてる。大好きこういうの。とりあえずトーマスランドで何かしらのトーマスグッズを食べようと思います。どうしよっかな。ポップコーン、ミニカステラ、あ、いろいろと魅力的なものがあるんですけど、カステラかな、かわいいの。カステラにします。うす、トーマスのミニカステラ、本日の一食目です。これかわいいのに入ってる、ちゃんと。あ、かわいい。6個入って450円。かわいい。ちゃんとトーマスの形してる。いただきます。うん、おいしい。もっちもち。あ、待って、これ全部種類違うかも。多分形違うよね。これはもう146で番号書いてあって違うのよ。推しトーマスが入ってたらラッキーですね。おいしいです。ピザーラにやってきました。ピザーラがすごいのが、これ富士山ピザっていうね、富士山の形をしたピザがあるみたいなので、すごい楽しみです。はい、前回届きました富士山ピザ。パッケージ激デカ。失礼します。せーの、オープン。わあ、おいしそう。うまっ。うまっ。出来たて熱々のピザーラさん食べることあんまないじゃん、宅配とかに頼むと。これは店舗だから出来たて熱々なんで、そもそもめっちゃおいしい。うまっ。これ結構幸せかも。何味だこれ。めっちゃ美味しいんだけど。映えるものって映えに対して味があんまりついてこなかったりとかすることもあると思うけど、これは本当に見た目のインパクトも100点だし、味も500点満点って感じ。何が美味しい。はい、続いてなんですけれども、ここの充電コーヒーっていうところに来ました。これも富士急内にあるお店なんですが、ここはなんかね、山梨県の有名なコーヒー屋さんが出店しているお店らしくて、美味しいらしい。コーヒーこれにしよっかな。充電ラテ。好きなメッセージを選びいただきます。かわいい。冬だったらこれにしたかったけど、今回は冷たいのにします。これもいいよね。ちょっと今私ピザ食べちゃったからさ、今はチーズいらんないけど、これめっちゃかわいいね。絶叫ちゃん。はい、行ってみます。では、忙しくなるとテンパりますって書いてある。忙しくなるとテンパります。買いましょう。じゃあ、はい、というわけで今チケット渡しました。受け渡しは左側の窓へお回りください。かわいい。こっちからもらえるっぽい。あ、今作ってくれてる多分。ありがたいね。いただきました。充電ラテ。色からしても絶対に美味しいやつって感じで超美味しそうです。いただきます。いただきます。あ、美味しい。めっちゃ豆の香りがしっかりとして、それが鼻から抜けるのが甘い豆の香りみたいな感じで、めっちゃ美味しい。これ最高。ではこれを持って富士急ハイランドを去りたいと思います。お土産だけ見ようかな最後。早すぎ。ほんとご飯食べに来た人笑う。売店で素敵なサイダー見つけたので買いました。青い富士山クリームソーダ、最高。色からして。いただきます。美味しい。ソーダ味のソーダって感じがする。テンション上がるね。瓶でこうキンキンに冷えたさ
ソーダを富士急のを眺めながら人々がジェットコースターでキャーって言ってるのを見ながら飲むのが風情があります。握手に。あービビってらビビってら。ああ。続きましてこちら。富士急ハイランドのロメゲ買ってきました。 3D 富士山チョコレート。このチョコレートは富士チリーンの測量による 3D データから製造しております。だから本当に富士山の形がリアルに再現されてるらしいです。富士山の6万3000分の1スケールで完全再現されたチョコレートらしい。面白くない？じゃあ富士山をね今から食べます。私はいいよいしょ。おーすごっすごいやば。ではいただきます。うん美味しい。味は本当に普通の美味しいチョコレートなんだけど、なんだろうこの富士急をバックに富士山を食べてるっていうこの背徳感。後ろさこんな感じで網目になってる、なんか銭湯の床みたいな。うまい。はい、というわけでですね、今富士急ハイランドを出まして推しの8階というところに来ました。すいません、私多分前半で忍びの8階って言ってると思うんですけれども、推しの8階が正しい読み方でした。ここは本当に富士山の雪解け水がそのまま流れてできためちゃくちゃ綺麗なところが世界遺産としてあるらしくって、すごい素敵なのと食べ歩きもすごい充実してて美味しいみたいなのですごく楽しみです。行ってきます。はい、すごいめっちゃ人いっぱい。超人気観光地なんだね。わかるかわかんないんですけどめっちゃ綺麗です。透き通ってる。だから恋さんの全貌がすごい綺麗に見える。あそこに書いてますね、日本名水百選って。これ綺麗てか鯉も綺麗、そこまでちゃんと透けて見える。私ここに来たのは、まあ、この池が見たいのはもちろんのこと、食べ歩きがすごい充実してんのよ。なのでちょっと食べ歩きの方もね行かせていただこうと思います。はい、こんな感じで美味しそう。水流れてるとこにあれとか、キュウリある。キュウリとトマト。富士山のお水で冷やされてるんだね。素敵。私今トマト頼みました。今日持ったらそれやってくれらしくて、あっちで取ってくれてる。嬉しい。しかも1個100円だって安いね。富士山切るの上手だ。なんか夏って感じだよね。空気が来てくれてるの。てか、よすりなんかこの感じ。氷水につけてあって。あー、すごい来てくれてる。あ、お塩をかけてください。お塩でトマト食べるの大好き。え、これすごいね。こんなさ、頼んでからこのちゃんと来てくれて100円だよ。あ、そこらで。おー、トマト。綺麗すぎん。美しいトマト。いただきます。めっちゃ綺麗よ。真っ赤なトマト。いただきます。うん。美味しい。夏を感じる。綺麗なトマト。うまっ。はい、こんな感じで今ね富士山の湧き水がこうやって出てて、ペットボトルでね150円で買えます。富士山の雪解け水すごい。入れさせてもらいます。すげー。なんかさ素人だから違いわかんないけど、すごく透き通っているような気もする。キンキンに冷えてるよこれ。最強の旅歩きグルメかもしれない。水パンパンに入れます。はい、富士山の湧き水飲みます。今から頂戴いたします。どういうトラップ。いただきます。なんかちょっと苦い、少しだけ苦みがある気がする。お水にでも美味しい、新鮮な味がする。湧き水って感じ。飲んだことないけど湧き水、あ湧いてきたんだなって、富士の上の方から湧いてこんな感じになったんだなって思いました。はい、ここ水深が 8m、 多分一番ここがね深いところだと思うんだけど、めっちゃ綺麗。この方にお魚とかまで見える。逆にいい天気すぎてちょっと反射しちゃってカメラだと見えにくいんだけど、肉眼で見るとほんとそこまで、最底まで鯉がいるのが見える。これマジスマホ落としたらもう終わりだね。気をつけてね編集者さん。これマジ振りじゃないか。でもさ、これさ私ちょっと1個思ったの、あそこ見て、お金投げ入れ現金は罰金1000円とか言ってたんだけど、悪い人は罰金1000円ならいいやと思って、逆に入れそうだよねって思って、なんかもっと罰金高くしていいと思う。1万円にした方がいい気がするんだけど、どう思いますか。皆さんの意見をお聞かせください。優しくない罰金1000円だって。こんなさ世界遺産にさ登録されてるさ池だから、もっと大事にしてもいいよ。もっと罰金取りなよ。これさ何も考えずにダイブしたらめっちゃ気持ちよさそうだね。水綺麗だし、水めっちゃ冷たいし、透き通ってるしね。はい、そんな感じでもう一品ぐらいなんか食べて後にしようかな。はい、続いてなんですけれども、キリの里っていうねところで焼き栗売ってるので焼き栗食べます。本当にここでちゃんと作ってるっぽい。すごい嬉しいね。これはいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ホクホク、熱々、熱っ、熱っ、うわうわ美味しそう。いただきます。うん、甘っ、おいしい。ホクホクです。
おいしい。はい、続きましてなんですけれども、こちら藤之助さんのお団子食べます。食べ歩きって感じですよね。おいしそう。ずっと見とくれる黒の技。はい、というわけで買いました。あんこで今日は行きました。美味しそう。ちゃんと焼けてます。お餅いただきます。うん、美味しい。もっちもち。これは食べ応えがえげつないです。めっちゃお腹いっぱいになると思う、これ1個で。うん、ふん、こんな感じ。食べ応えがすごいね。コスパめっちゃいいかも。これ多分お腹いっぱいになる。いろんな種類食べ歩きたい方はシェアをおすすめします。歩いててすごい楽しい。このなんか山々と空と雲と海が、海はないね、池が綺麗で、なんか見とけれてしまう。ずっとこの感じホッとする。いいよね、みんな最高。素敵です。来てよかった。山梨いい県だ。ありがとうございます。はい、というわけでこれが最後ですね。最後、サービスエリアでちょっとご飯を食べたりとかお土産を買ったりとかして終わろうと思います。団子坂のサービスエリアの反対側ですね。ちょっとここで最後のね時を過ごそうと思います。テンション上がる。山梨の果物屋やってる。桃の時期なんだよね今ちょうど。桃買って帰ろうかな。素敵。安っ。3つ1000円。安っ。もう今スーパーで買ったら桃高いよ。あ、すごい。紅葉桃500円。野菜村、お野菜もいっぱい売ってる。買って帰りたいよ。すごい。こんなでっかいナスが130円。今パン屋さん見てたらマウントメロン富士山見つけた。これは可愛い。富士山型のメロンパンめっちゃいい。これ購入します。はい、というわけで無事にパンを買ったんですけれども、パンを食べる前にお昼ご飯にしようと思います。お昼ご飯は山梨のぐるぐるグルメフェアみたいなのしてて、冷やし担々ラーほうか信玄鶏のサラダうどんにしようと思うんですけれども、私は今回はサラダうどんで行かせていただきます。美味しそう。この夏にねぴったりだと思います。こういうなんかね山梨のものがファイブスエリアで食べれるのはすごく嬉しいですね。はい、こんにちは、アビリコとお祭りです。2個行きました。めっちゃ美味しそう。サラダうどんいただきます。サラダうどん大好きなんだけど最近食べてなかったからすごい嬉しい。私ね、サラダうどんは結構土曜日のお昼にお母さんがよく作ってくれてたものなので、勝手になんか思い出深くて感慨深いんですけれども、大人になると一人暮らしするとなんかあんまサラダうどん食べる機会が少なくて、最近サラダうどん不足だったのですごい嬉しいです。いただきます。久しぶりの味。これこれ、あ、美味しい。めちゃくちゃあっさりすっきりさっぱり食べれるんで、この夏最高だわ。美味しい。金元鶏、やわらかい。美味しい。山梨県は全体の印象としては朝と夜はすごい涼しいのでめっちゃ過ごしやすかった。あと自然が本当に多いので空気が美味しいというか、ドライブもすごい楽しかったし、お外でご飯食べるのがすごい、食べ歩きとかもすごいなんかはかどりました。さっきパン屋さんで買ったやつ、富士山型メロンパン。いただきます。あ、おいしい。メロン味、中にねカスタード入ってるらしいか、割ってみますね。せーの、バカー。あ、うわ、うわ、美味しそう。結構とろーって、カスタードの部分ガブっていっちゃおう。せーの、うん、うまっ。シュークリームみたい。周りもねちゃんとね緑で、メロン味、メロンカスタードパンって感じでめっちゃ美味しい。なんか私急に食いしん坊の子みたいになってない？美味しい。ちょっと食べよう。うまっ。やばっ。そっか、てっぺんに雪が。この間となんか